ヒーカスは日産自動車が開発した電子制御四輪ソーダ機構である。自動車技術会日本の自動車技術240線のシャシー部門で乗用車として世界で初めて商品化された四輪アクティブソーダシステムとして選出されている。四輪ソーダは操縦安定性能向上を対象にするものと回答性能向上を対象にするものに 大別されるが、全車に該当するヒーカスは、操打時期や角度を研究し、多角比例制御方式に比して、過渡特性まで最適化することにより、車種運動性能のキャパシティ向上と運転車間隔に近い操打の両立を起としている。高速線開示に後輪を前輪と同位走方向へ操打すると、車体後部の横滑りを伴わずに、後輪へ横力が発生し、 遠心力と横力が早期に均衡することで操縦安定性が向上する。単純な打角比例制御方式では前輪操打と同時に後輪操打が開始することにより車体用イングの応答性が抑制されることと旋回開始から定常旋回へ移行する過程において車体横滑り角が通常と逆位相になり曲線内側へ向かうことから運転者が 違和感を知覚したり、ヨーイングの遅延分だけ、前回軌跡が曲線外側へ背にする。ヒーカスは、後輪相ー時期を前輪相ーより遅延させる、リレー制御を採用し、曲線通過時の過渡特性を考慮して、後輪相ーを車体のヨーイング開始以降に制御することで、車体滑り角の縮小による操縦安定性能向上に加え、単純な打角比例制御方式に比して、 運転者感覚に近いソーダを実現している。緊急回避操作時など、さらに広範な状況で運転者の意図や期待に応答するには鋭敏な回答性を要するため、スーパーヒーカスは位相反転制御を採用している。ディレイ制御では必要とされる要因具の開始まで安定方向への後輪ソーダを遅延させるが、位相反転制御では一層積極的に前輪ソーダに同期して、 後輪を一瞬逆位相へ転出した直後に、同位相へ復帰することにより、後輪のコーナリングフォースが、要因具を促進し、操打開始時の回答性向上と、課題要因具の防止を両立している。スーパーヒーカスを搭載した R33 型スカイラインでは、時速 100km 走行時にステアリングホイールを素早く操作すると、約0.1秒間約0.02度逆位相へ。 点出して回答性を高め、直後に約0.5度同位相へ操打して操縦安定性向上を実現している。後輪操打角度0.5度は小さく感じるが、時速 100km 走行時に車線変更でステアリングホイールを45度操作した場合の前輪操打角度約1.8度に比すると0.5度は操縦安定性に大きく影響する。制御理論では、 ディレイ制御は一時遅れ行、位相反転制御は一時進み行をそれぞれ加えた形で表現可能である。ヒーカスは降臨相談方法と制御方式の際により4、類別される。1985年に R31 型スカイラインへ量産市販車として世界初搭載された日産がリアクティブステアと呼称する能動的降臨相談機構である。 後輪のみをソーダ変更せず、日産がパワーシリンダーと呼称する油圧アクチュエーターをリアクロスメンバーの左右付け根にそれぞれ配置し、ラバーマウントの弾性範囲内でクロスメンバーを変異させて後輪ソーダを実現している。ステアリングとは異なる系統の油圧をバルブの電子制御により横か速度に比例変化させて速度調律したソーダ特性変化を得ている。 高角比例制御とディレイ制御を組み合わせた、後輪相打角度は、最大0.5度で、高速走行時の安定性向上を起としているために、同位相制御のみ作動し、時速 30km 以下の低速度域で、逆位相制御は作動しない。油圧アクチュエータシリンダーは1本で、変位作動伝達にタイロット式が採用され、後輪相打角度を、最大1度へ拡大して、 操縦安定性を向上させている。MID4 二非カス2へと同一機構が搭載されるも市販化されず、1988年に S13 型シルビア、1989年に 180SX 共通車シ,シの A31 型セフィーロ、C33 型ローレルへそれぞれ搭載されている。1989年5月発表の R32 型、 スカイライン、同7月発表の Z32 型フェアレディ Z へ、車速センサーやステアリング打角センサー情報をもとに一層、複雑な制御を実行するスーパーヒーカスが搭載されている。ヒーカス2まで使用された横加速度センサーに代わり、ステアリング打角センサーで、角速度を計測して、ステアリングホイールの操作速度を検出することにより、ドライバーの意図に即した。 車体操打を実現している。ステアリングとは異なる系統の油圧を横加速度に応じて発生させ、電子制御バルブを介することで、速度調律した操打特性変化を実現している。ディレイ制御に代わり、後輪を一瞬逆位装にする、一層反転制御を採用して、中低速時の応答性を高めている。電動スーパーヒーカス c 十四型、ローレル登場時、 システム簡素化と応答時間向上のために、油圧機構を排して、電動アクチュエータへ変更し、リアサスペンション下側後方に位置するタイロッドを左右へ約3ト、mm、ル変位させる機構で、後輪相打角度は最大1度である。1 2ト2 0 a の電力で3 1 0ラムを発生するアクチュエータモーターは、中立位置から左右へ約8回転し、 ハイポイドギアで減速されて左右へ45度回転する。ハイポイドギア軸から変身するオフセットシャフトがタイロットへ連結され水平方向へ可動制限されたコネクティングロットを介してハイポイドギアの回転が左右 3mm の直線運動へ変換される。ハイポイドギアの非可逆性によりタイヤ側外乱入力はソー打に影響せず コントローラー指示に従い操打される。スポーツカーやセダンのみならず、トレッドに対し重心位置が高めとならざるを得ないミニバンにも採用され、1991年発売のセレナ・ラルゴにもオプション設定されていた。セレナのに WD 最上位グレードとなる BX、または GX にはメーカーオプションのツーリングパックにスーパーヒーカスが設定されていた。 R34 型系までスカイラインでは GT-R およびターボ車に電動スーパーヒーカスが装備されていたが V35 型系では商品コンセプトが異なることや FM プラットフォームの優秀性を示すためもあり採用されていない同じ FRL ファミリーでは車重の大きいステージアのターボモデルのみに搭載されている2004年10月に発売されたフーガでは新たに リアアクティブステアと名称を変えて搭載された。後に、フロントもアクティブにソーダを支援する4輪アクティブステアが V36 型系スカイラインに搭載されたが、後輪をソーダさせる4ワズリアアクチュエーターは、電動スーパーヒーカスと同じくハイボイドギアを使ったものである。スポーツ走行、ドリフト走行をするバイサードパーティー製キャンセラーを使用するケースがある。これは、 ハイキャスを有効にしたままにすると高速域での安定性が損なわれるため、ドリフト時にリアサスペンションが妙な動きをするためである。なお、このリンク先、通販サイトでは、基本競技専用部品の行動仕様には、公認車検の取得が必要とあるが、ヒーカス、キャンセルロッド等を用いた4輪ソーダから2輪ソーダへの構造変更は2015年4月より、 検査項目より除外されたため公認者権は不要となった。ありがとうございます。